皆さんこんにちは、樋口かなもひこです。4月に入りまして、スチール仮払い機下取りセール始まりました。始まったんですけど、今回はね、まあ、今回もですね、スチールから下取り価格いただけるのはね、一定金額なんです。1台に対していくらっていうね、一定金額しかいただけないんですね。まあ、その割には、チラシの方はね、3000引きだとか5000引きとか統一な下取り価格のやつなんですけど、ちょっとそれだとね、お客さんが面白くないだろうと思って、2万5000円の仮払い機買うのと、7万円の仮払い機買うのと下取り価格一緒になっちゃうんですね。それだとちょっとお客さんが高い仮払い機を買いたいと思ってるのに下取り価格が低いとね、あんまり下取りして買いたいという購買意欲が湧かないんじゃないかということでね、当店は、決めました。もうスチールからいただける下取り価格がもう一定なので、購入価格の 10% 分で下取りをいたしますということでね、2万5000円の機械を FS55 購入される場合は2500円下取りさせていきます。はい。で、7万円とかね、7万以上のものであれば7000円以上の、下取りをさせていただきますということでね、高額な商品を買うときでもね、このぐらいじゃあで下取ってもらえるんだったら、じゃあそっちの方を買おうかなとかね、そういう気持ちになっていただけるようにね、購入価格の 10% 分で下取りをするという形でね、まあ、消費税分ですねの価格、で下取りさせていただきます。そして今日はね、タイトルにもあるように草刈り機、仮払い機のね、選定の3つのポイントということでご説明させていただきます。最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、草刈り機の、選定の3つのポイントと、お話しさせていただきましたけど、細かくはね、3つのポイントといいますか、どの刃物を中心に草刈りをしたいかっていうところでね、選定していただけると一番失敗しないかなと思います。まずですね、チップ層、チップ層が一番多いんじゃないですかね。チップ層で草刈りをするんだっていう方が一番多いと思います。そういった方は、こちら、はい、FS23、24、 こういった機種がいいんじゃないですかね。まあ、目安としては、太ももぐらいから下の草丈のものを、刈る場合に、このクラスのやつで買ってかれるといいんじゃないでしょうかというところでね、 FS23、24がおすすめの機種となります。で、 FS23 と24の違い何なの？エンジンの排気量一緒ですよね。一緒なんですけど、こちらですね、中身のクランクシャフトが FS24 の方が高耐久頑丈なモデルになっております。さらに、パイプの太さ、肉厚ですね。肉厚、外形は一緒なんですけど、肉厚が FS24 の方が頑丈な、設計になっております。クランクシャフトね、この金属、これ知らない販売店も多かったりします。修理に当たったりしないと、品番が違うとかね、そういったので、ね、気づくことがなかったりするのでね、知らない、ご存じないお店も多いかと思いますけど、高耐久モデルが24の方だということでね、認識を覚えておいていただければと思います。まあ、選定、購入するときの選定のポイントですね。年間で何リッターぐらい草刈りするのか、その機種に対してね、そういった場合に高耐久なものの方がやっぱり長く使えます。逆に使う使用量が少ないんだっていう場合はね、 FS23 でもいいかもしれませんけど、男の方が、男性の方が一生懸命振り回す草刈りの仕方をするのであれば、パイプやっぱり曲げてしまってる方結構いらっしゃるのでね、その辺の頑丈な方がいいとかね、そういったの選定のポイントでね、見てみていただければと思います。そして、草だけじゃないんだよ、ちょっとした干木とか木も切ることが多い、その時に頑丈な方がいいっていう方はこちら FS25、26 がおすすめになります。はい、どのぐらい違いがあるのっていうことでね、 FS23、4 とかとギアヘッドのワッシャーのところの大きさの違いをね、載せときますかね。はい、ドンという格好で、なんで違うの、なんでFS25、26 の方がおすすめになるかというとですね、笹刈り場で木を切るっていう方多いと思います。そうすると笹刈り場、このような壊れ方することあるんです。見えますかね、このワッシャーの、ギアヘッドのワッシャーのところのこの外径のところので金属疲労を起こしてしまって割れてしまうことがあるんです。割れてもう下手すりゃ飛んでっちゃいますね。まあ、ここまで割れる前にクラックが入った時点で音がもう変わってくるそうなんですけどね、やっぱり 1.25 ミリアッツの、こういった笹刈り刃 1.15 とかもありますね。パワーがないのにから肉を薄いもので木を切りたいんだっていう風に使う方とかいますけど、こういう風にね、クラックが入っちゃうんです。なのでスチールでもそうですし、オレゴンもそうですけど、木を切るっていう刃、ELA ブレード、マキシブレードとかですね、ワッと言われるものは厚いんです。この金属の厚みがもうこれの倍ぐらいあります。で、プラス
歯の外形がちっちゃいです。200とか220なんですよ。こんなに大きいものにはなってないです。やっぱり刃物の径が大きくて木に押し当てるとたわむんですね。刃物がたわんで歪んでるのが見えるんですよ。それで木に押し付けちゃうもんですから、真ん中が金属疲労を起こしちゃう、はい、っていうことがあるんですね。なので、木を切りたいんだっていう場合、ここのちょっとでもこの真ん中のね、金属疲労を減らしてあげるために大きいタイプがおすすめになります。そしてできれば刃物もスチールのものであったり、オレゴンとかのね、ものの厚いタイプで木を切られることがおすすめです。まあ、木を切ることがまずないんだっていうことであれば FS23-24 でもいいんですけど、山の下刈りプロの方は笹も刈ったり木も切ることも多いということでね、木を切るのであればこのような、ギアヘッドのところの丸い部分が大きいもの、ちょっとでも金属疲労を減らすためにね、中心の軸が大きいものをおすすめいたします。で、その中でね、FS25-26 何が違うの？ 23-24 と同様にね、26の方が高耐久エンジンになっております。排気量一緒なんですけど、クランクシャフトのが頑丈なものを使っております。そして振動値も少なくなるようにダンパースプリングが入っております。なのでね、 FS25-26 排気量一緒なんですけど、26の方が高耐久になっております。なので FS24-26 高耐久モデルなので、 FS24 より FS25、排気量が大きいのに安くなるっていうね、現象が起きてるんですよ。そこでね、同じようにどっちの方が合ってるかっていうので、高耐久版がいいか廉価版、年間で使う数が少ないけどたまにしか使わないから、もう草が伸びてから草刈るからパワーがあった方がいいということでね、 FS25 を選ぶのかっていうところでの選定をしてみていただければと思います。はい、そして、今草だけなのか木も切るのかっていうポイントをお話ししましたね。はい、今度はナイロンコード紐を折って中心に草刈りをしたいよっていう方は、FS120-250 とかね、 FS111-131 がおすすめとなります。ということで、ナイロンコード FS25-26 では使えないの？使えなくはないですけど、ナイロンコードを使ったことある方はわかると思うんですけど、使うナイロンコードが細いと減りが早いんですね。頻繁に30分とかでナイロンコード3メーター4メーター巻いてあるものがなくなってしまって、巻かなきゃいけないっていう作業が発生してしまったりするんですね。そうすると、めんどくさいなってなってしまうと、じゃあ減りにくい太いナイロンコード使いたいなってなると、 20cc 台では太いコード 2.5 ミリ以上のものなかなか回して草刈りに必要な速さで草を刈ることができません。なので 30cc 以上の出力のあるものがナイロンコードにはおすすめになります。はい、でナイロンコードのメリット、まず足にぶつかってしまった時骨まで切れることがありません。安全性が非常に高いです。さらに、草を刈る時、右から左に行く時だけしかチップソーとかね、笹刈り場では草を刈ることができないんですけど、ナイロンコードであれば往復刈りすることができます。なので 1.5 倍から2倍の速さで前に進んでいくことができるということで、最近非常に人気です。はい、さらにプラスアルファですね、刃物、草刈りのチップソー、ほとんどは 255mm の直径になってます。ナイロンコード、スチールのであれば 420mm の直径で草を刈ることができるんですね。まあ、なので 1.5 倍から2倍の速さで前に進んでいくことができるよっていうふうな話になるんですけど、なのでナイロンコード、今非常にね、人気になってきております。はい、まず、その刈り幅の面積が大きいということ、さらに粉砕して草を集めて捨てるというわけじゃなくて、もう刈りっぱなしで置いとく。地に帰るのを待つんだっていう場合にね、いっぱい飛び散るんですけど、粉砕能力が高いことで柔らかい草なんかを刈る場合はね、ナイロンコード非常に便利になっております。ということでナイロンコードユーザーさん非常に今増えてて、FS23 から26の 20cc 台クラスのものでやろうと思ったけど、やっぱり満足に刈れなかったっていうことで、もう一台買い直したいっていうので、高排気量ですね、 30cc 以上のものを買われる方が非常に増えております。でその中で、ね、スチールのこのカバーですね、カバーが大きいことでナイロンコード向きだということでね、欧米は、ナイロンコードしかダメだったりするので、進化が進んでるんですね。でクラッチも、クラッチドラムの耐久性も、日本国内メーカーのものに比べて非常に高耐久な作りになっておりますので、 FS の111以上ですねとか120以上のものが非常に好まれるような形になっておりました。実際クラッチの外形も違うんでね、トルクも非常にあります。はい、ということでね、スチールの草刈り機、刈り払い機選べます。で番外編ということでね、
さらに地面にある落ちた草とかを粉砕していきたいんだということで、シュレッダーブレードを使いたいスチールの FS311 というモデルがあります。これはねもうオールスチールで揃えたいとなるともう FS311 しかありませんということでね、こういった、特殊な刃の持っている機械もスチールでは出しております。まあ、この分野になっていくとクリアリング層っていうね名前の機械になっていくんですけど、まあ、そういったのもスチールの方では販売しておりますんでね、ぜひねお店の方にいらしていただいてご相談していただければと思います。どういう刃物で草を刈りたいかでねおすすめの機種変わりますので、どういったもので草を刈っていきたいかとかね、そういうイメージを持ってご来店していければ話がスムーズに進みますんでね、あとどのぐらいの草丈のものを刈りたいのか教えていただければご提案させていただきますので、お店の方でお待ちしております。下取りセール、8月31日までとなっておりますのでね、ぜひシーズンに入る前にご用意されたい方、お店の方ラインナップ揃えておりますのでぜひ遊びに来てみてください。今回の動画、スチール草刈り機の選定のポイント3つのポイントということでねお話しさせていただきました。よかったなと思いましたら高評価お願いいたします。チャンネル登録まだな方、チャンネル登録お願いいたします。それではまた。